そういえば今何時？5時59分だよ。やばい、門限まであと1分だ。お母さんに殺される。じゃあね。おおい、大丈夫ですか？あ、寝てるだけじゃん。どうだ。1秒遅かったわね。外で反省しなさい。おい、そろそろ開けてよ。ハローハロー。ちょっとうるさい。今いいとこだよ。ショッピー、もう十分反省したから。もうこんな家出てってやる。とりあえず家作るか。これで完璧。君、誰の許可を取ってここに寝てるんだ？許可って特に取ってませんけど。ここはホームレスの縄張りだ。勝手なことするな。おい、おてめえ、よくも。うわっ、うわっ。子供だからって舐めてると痛い目合うよ。よく寝た。あ、そうだ、やれちゃん、もういいわよ。ん？家出します。一人で生きていくので探さないでください。あのクソ息子、見つけたらぶっ飛ばしてやる。あのバカ息子、どこ行ったのかしら。あれ、ヤネちゃん。あんた散々探したんだからね。さっきから無視しやがって、このバカ息子。あーあやー。あんた誰よ。ひーひー。あんたどこ行くの。え、学校。何言ってんの。受験がもうすぐなんだから塾行きなさい。え、でも行きなさい。ヤネスケ、成績上がったの？模試の結果はどうなの？食事の時ぐらい勉強の話はしてあげるなよ。あんたうるさいわね。あんただって仕事の話しかしないくせに。今日のご飯抜きだからね。せめてバナナだけでも。いや、ダメ。半分だけ。無理。一口。無理。ええー、やめなさい。休みなさいよ。ごちそうさまでした。あ、ちょっと待ちなさい。いけ、よし、いいね、いいね。うえ、いけ。あ、キータくんだ。キータくん、何してんの？あ、これスイッチだよ。すごい面白そう。めっちゃおもろいぞ、これ。何それ。すごい。え、そんなやりたいなら1日ぐらい貸してやろうか。え、いいの？やったー、やったー。いけ。あー、ちくちゃん。いけ。あんたそれ何やってんの？あ、友達から借りたんだ。そうなんだ。ヤネちゃん、あんたゲームが欲しかったのね。え、ゲーム？ゲームは受かったらね。
今は勉強に集中しなさい。おい、やね、ゲーム返せよ。ごめん。お前なんでこれ壊れてんだよ。いや、お母さんに壊されたんだよ。あ、嘘つくな。絶好な。あんた何遊んでんの。そんなに怒ることないじゃないか。うるさい。あんたはお金だけ稼いでればいいのよ。我が家の ATM なんだから。ほら行くわよ。バブ、家に帰るまで我慢しなさい。バブバブ、電車の中なんだから静かにしなさい。静かにしなさい。すいません、うるさいガキがいたもんで。バブ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 。え？赤ちゃんの泣き声は生理現象だが、車内での通話はただのマナー違反だよな。って言ってます。バブバブバブ。赤ちゃんに説教されてどんな気持ち？あっ、大人になるわ。子供に言い任されたからって暴力を使うのは卑怯よ。なんだこの猫。そのセリフお母さんが言えたことじゃ。じゃあゆめちゃんおやすみなさい。おやすみ。こんなところに赤ちゃんが。バブー大丈夫かい？今保護するからね。バブー、まったく赤ちゃんを放置するなんてどんな親だ。バブー、ん、お腹が空いたのかい？バブー、じゃあ一本あげるよ。え、今なんか喋った？バブ、気のせいか。あんた、人の子を誘拐してそんな体に悪いもの食べさせてなめれるのか。育児放棄してるやつが何言ってんだ。黙れ。ヤネちゃん、怖い思いさせてごめんね。帰るわよ。いや、元はといえばあんたのせいでしょ。黙れじゃない。